家様が、なんと4時間にわたって、今疑惑を持たれている、先島の上海電力をつないだ会社、日光エナジーの取締役だったチョウ・ウェイビンが、自身が取締役を務めていた、エコホールディングスでも取締役を務めていて、武様も関わりがあるのではないか?という、篠原さんの指摘に対しての解説をされました。まあ、なんと4時間ですからね。武様としては、嘘は言わないと言ってましたから、疑惑を晴らしたいってことなんでしょうね。かなり長い話やったので、ちょっと要約してお伝えします。疑惑に上っているエコホールディングスは、最初はワールドウィングという名前で、藤林さんという武様の知り合いの人が始めたそうです。ワールドウィングは、最初、ジェトラファという油を多く含んだ南洋油セリなどから油を取って、軽油の代替品を作る会社だった。藤林さんは、広大な土地をカンボジアに持っていて、そこでジェトラファを栽培しようとしていた。武様は、高校時代から、反原発の活動家で本も書いている。そこで、ブラジルの友人から藤林さんを紹介され、カンボジアにジェトラファを植える話を手伝っていた。そんな中、カンボジアで、藤林さんに土地を売った国会議員の人が亡くなってしまった。カンボジアは法律が整備されておらず、土地の権利があるかどうかもわからなくなり、ジェトラファの話は断ち切れてしまった。その後、藤林さんは、カニビジネスをやると言い出した。それで、食品関係の人の紹介などを頼まれた。その時、ただの友人というよりは、肩書きがあった方が良いということになり、武様に取締役になってもらえないかと言われて、取締役になった。まあここでも、藤林さんは元皇族という名前を使いたかったってことやと思うね。武様も紹介などして貢献はしてたんやね。その後、ワールドウィングは、エコホールディングスに名前を変えるが、その頃にチョウ・セイビンが入ってきた。2010年9月のこと。その後、カニビジネスはやめてしまい、太陽光をやることになった。ただ、武様が言うには、役員報酬は一度ももらってない。カニビジネスがなくなった時点でやめておけばよかったが、お世話にもなっていて、そのままになっていた。そして、取締役会にも出たことはない。株主総会などで、書類に印鑑を押したりすることはあったが、エコホールディングスの会社にも行ったことがないとのこと。なんだこれ?名前貸しだけしたような取締役やね。やっぱし、元皇族という名前を利用されたとも言えるかもしれんね。今は、エコホールディングスのホームページに、武様の名前はなくなってるけど、前は、2009年に武様が取締役になったことだけは、厳格に書いてあった。武様の名前は、価値があるんやね。藤林さんとは、たまに食事する程度。チョウ・セイビンとは会ったこともない。チョウ・セイビンは、2年弱で解任になっている。普通は退任だが、解任になっている。この事情について、藤林さんは亡くなってしまったので、今、取締役になっている遺族の人に聞いたら、チョウ・セイビンは藤林さんに太陽光ビジネスのことを教えた人で、解任の理由はわからないと言われた。確かに、現在、エコホールディングスには、2018年10月に、藤林久志さんという人が相談役になってるね。今となっては、最初に立ち上げた藤林さんって人が亡くなってるから、よくわからない状況やね。ちなみに、2、3日前には、確かに遠隔に武様の名前が載ってた。しかし現在は消えてる。慌てて消したって感じやね。2011年12月に、チョウ・セイビンが日光エナジーを立ち上げた。そして、間もなく解任になっている。武様によれば、
チョウセイビンさんが藤林さんを怒らせる何かがあったのではないか。ただ、藤林さんは亡くなっているので不明。先島に関しては問題だと思っている。とのこと。あの話ぶりやと、どうも、チョウエイビンについては、本当に知らないような感じ。2012年6月に、チョウエイビンが辞めて以降、全くコンタクトはない。今になり先島の方から、エコホールディングスの会社名が出てきて、藤林さんのご遺族もびっくりしている状態だとのこと。エコホールディングスにも嫌がらせも来てるらしいけど、何も法令違反はしていない。小さい会社なので、大手にはかなわない。創意工夫をして、中小企業を相手にして、真面目に仕事をしているとのこと。竹様は、2022年5月末に取締役を退任している。藤林さんは亡くなったので、タイミングとしては良いと思った。それで、ホームページの名前も消したとのことです。自分はソーラー発電所を持っているが、それはエコホールディングスから買ったものではない。自分で作ったもので、地場に持っている。使っているパネルは、アメリカが輸入対象にしていないメーカーのものだとのこと。まあ、アメリカが輸入対象にしてないメーカーとしか言ってないから、C国のものの可能性はあるね。チャットは、ウイグルの部品などは入ってる可能性はあるね。まあ、最初に嘘は言わないと言ってるから、多分、これが真実なんでしょ。篠原さんが、会社の登記簿を取ってきて、まだ名前があると言ってたけど、多分、まだ消されてないだけやと思うね。まあ、太陽光に関わっているってところが、批判を浴びても仕方ないとは思うけど、先島のことには関係はないとは思う。それから、篠原さんが、旧皇族の復帰に関しては、世間で揉まれて、どんな悪事をしているかもわからない状態なので、武田さんの存在が、旧皇族の復帰にブレーキをかける。週刊誌に書かれていることは、必ずしも嘘ばかりではない。嘘なら訴えるはずと言っていた。竹様はそれに対して、週刊誌にいろいろ書かれて、頭に来て弁護士に相談したところ、金をかけ何年もかかって買ったとしても、謝罪記事一つ書かれるわけでもなし、戦うだけ意味がないと言われた。それで訴えなかったらしい。横浜市長選に出馬表明したら、スキャンダルが出てきた。そして、ヤーさん数名が家の前に来て、選挙から手を引けと言い、金の入った袋を渡そうとした。1000万程度入っていたと思うとのこと。スキャンダルも、選挙おろしのために出されたのではとのこと。ひゃー、恐ろしいね。政治家は、そういう世界とのつながりがあるんよね。竹様が言うには、旧宮家の復活か、養子に関しては、ほとんどの旧宮家の方々は、真面目に暮らしていると話してます。篠原さんは、旧宮家の復活に関しては、さっき言ったように、どんな悪事をしているかわからないから難しいと言ってます。それから旧皇族を復活させるってことは、特別扱いになるから、憲法とは違うとも言ってます。そやけど、今、皇室の危機なら、よほどの悪事をしてない限り、ある程度の人形はするべきやと思うし、旧知恵から特別扱いで良いと思うけどね。継体天皇なんかは、5代前まで遡って即位したらしいしね。篠原さんは、栄宮に改めてもらいたいということをしきりに言ってるね。でも、今の状態で国民に大きな悪い印象ができてしまってるってことは、もう払拭は難しいんやない？現に、篠原さん自身が調べられたように、税金を湯水のごとく使ってるわけやし、非の不正入学とか、もう印象が悪すぎやよね。愛子様が、もし、Q
旧宮家の方と結婚ということなら丸く収まるかもしれんし、旧宮家の赤ちゃんを養子にもらえるならそれこそ皇室で育った人になるわけやしね。養子に関しては篠原さんは言わんよね。旧宮家の復活や養子もダメということになれば、結局どこの馬の骨かわからん人が女性皇族の配偶者になって、その子が継いでくってことになれば、天皇の権威はなくなると思うけどね。良い例が M 子。あんまし厳しいことばっかり言い出せばキリがない。A 宮の改善なんて無理やし、旧宮家の復活や養子もダメで、愛子様が普通の人と結婚でいいということなら、結局、ニューヨークの夫婦でもいいってことになるし、皇室を潰すことになると思うけどね。篠原さんは、皇室を大切に思うと口では言ってるけど、本当は、後々は皇室を潰すことが目的だったりして、最近、そんな風にも感じたね。ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしております。次回の動画で会いましょう。チャンネル登録お願いします。